はい、こちらね、私がよく動画のね、ない、動画の中で紹介させていただいている、飲み仲間のね、トレカをいっぱい集めている、お金持ちのね、岩木浩一、本当の名前じゃないんですよ。顔がね、芸能人そっくりで45歳なんですけど、渋めのね、男前の方で、その人ね、大金持ちで、いつもね、まあ、下手したら本当にね、1ヶ月トレーディングカードにね、30万使ってる時があるんですけど、平均ね、トレカだけでも1ヶ月10万は絶対使ってるって言ってますね。うん。で、その方がね、いつもダブったやつを私にね、くださるんで、その紹介をね、していきたいと思います。で、こちらがね、先ほど紹介させていただいたんですけど、もちろんね、さーっともう一回見せるんですけど、当たり前なんですよ、いただきもんだから。こうやってね、ダブってるもんなんですよ。だからやっぱり、ね、私腰にくれてるっていうのは、まあそういうことなんですよ。うん。ただね、どちらにしろこの人は品がないんですけど、これをね、どちらにしろ捨てるみたいなこと言ってるんで、ほんで僕にくれるんですけどね。うん。いいカードは抜いてるはずなんですよ。でもね、たまにですけど、僕ね、この方、岩木さんからもらったカードを動画に配信するのは最近なんですけど、もうね、奥にしまっちゃったね、押し入れの奥にしまったやつもあるんですけど、なんか、たまにね、本当に3000とか4000の価値があるカードもくれてる時もあったんですよ。で、それはね、僕が、わかったんじゃなくて、他のトレカマニアの人にね、見ていただいて、あ、これなんか、ただでもらったのいいね、これ専門ショップ行ったら3000とか4000で売れるよから、ええー、って、ほんで、返したんですよね。その、岩木さんにね、あだ名の岩木さんに。ごめん、これ間違って入ってたよって、あ、いいよ、あげるよと、ええー、って。まあね、なんかそういう時もあるんですけど、最近は本当にこういう感じですね。あ、これかっこいいですね。忍獣ブラッディミストなんですって、なんか虎ですね、ホワイトタイガー。で、これもあれでしょうね。おそらくもう、先ほどから金太郎飴みたいなね。あ、やっぱそうですね。あー、でもあれですね、いたずらじゃないですね。逆にこうやってまとめてくれてるんですね。見やすいようにね。うん。でもね、岩木さんね、もし次からくれるんだったら、くださるんだったら、これ、ね、別に、こんなんじゃなくてね、輪ゴムで縛っていただいた。まあ、この人ご丁寧なんでね。うん。あ、ほんで今僕この動画の中で言ってるこの言葉は悪口じゃないんですよ。僕がこれね、配信してんのをね、見てるんですよ、この岩木さんはね。悪口じゃないんですよ。決してね。あ、なんかこれダブってないですよ。ダブってないというか、さっきのとはちゃいますよ。あ、ダブってるのもあるんですけど、まるまるダブってるわけじゃない。こちらと、ま、もちろんこれもこれもさっきのやつとはダブってるんですけど、ほら、バラバラでしょ。あ、まあでもこれ全部今のところダブってますね。あ、これもダブってますね。あ、ここからが違う。これ初めてですね。ミッドナイトバニーですって。あ、これも初めてですね。テラフィングフィスト。あ、これはでも、あれですね。で、あ、違う。これは、初めてですね。強熱の騎士ロイグですって。あ、忍獣キャットローグ。あ、なんか面白いですね、これ。ね、ボイジンジャグラー。あ、ジャグラーってあれですね。くるくる回す大道芸みたいなやつですね。で、ダンシングナイフダンサー。ああ、踊りながらね、ナイフのダンスをするというキャラクターなんでしょうね。コミカリティキメラ。あ、これ、バラバラで入ってるな。あ、これはダブってますね。あ、忍獣アヘッドパンサー。アノラマスエスパー。アブスクこれも初めてですね。あ、これも初めて。ベアベルフフライヒリンガー。あ、かわいいですね、この子。サキューパス。なんかこれ出ませんでした？違う。ま、違うんですよ。絵が違うんですけどね。
ビア、読めない。バーベア、ウーに点々ですね。バーベア、ファー、フォルガ。おー、あれ？いたずらがないぞ、この人。珍しいぞ。ないね。僕、そろそろこの中にね、なんか、うまい棒の袋がね、折りたたんで入ってとか、なんか、そんな 気がするんですけど。岩木さん、どうしたんですか？岩木さん、この動画どうせ後で見るんでしょ？ こんなクソ真面目になってどうしたんですか？やっぱ彼女の影響ですか？ ああ、これも初めてやね。あ、これも初めてですね。あ、キャットデビル。あ、ごめんなさいね。あ、このカッパはなんか出ましたね。ハンバーカッパね。あ、これ初めてですね。カースドドクター。人魚引き姫。バーミリオンゲートキーパー。フラスターガデット。これね。オエングース。ちょっと待ってくださいね。はい。これ出ましたね。あ、これ初めてですね。ごめんなさい。ヒステリックシャーリー。怒るんですかね、ヒステリックってことは。で、こちらがね、あ、これも初め。あ、これ出ましたね。あ、こちらも出ましたね。あ、これ初めてだ。ダークメタルバイコーン。馬ですね。待ってくださいね。あ、これ出てますね。あ、これ初めてだ。スカイハイウォーカー。スカイハイウォーカー？なんか、この横文字ってなんか、こんな感じの音楽の曲か、こういうユニット名いませんでした？スカイウォーカー。スカイハイウォーカー？まあ、いっか。で、狐使いイズナですって。かっこいいですね。乱れエッジ。ああ、すごいな。すごいっていうか、あ、ないですよ。いたずらはないですね。これがね、ヴァンガードのこれ最後のパックなんですけど、あ、これいただきもんなんですよ。もうね、先ほどから何回も言ってしつこいんですけど、これはあくまでこういう状態でね、ナンバーオタロードで、自販でこんな内容があったわけじゃないんでね、この人が僕に触れるために、この、日頃回してきた、このボックスを使ってるだけなんで、あ、これダブってますね。ダブというか出てますね。これ、あ、これも出ましたね。これもそうです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 ね。あ、これもそうですね。これもそうですね。これもそうですね。あ、これ初めてだ。忍獣サンバライダー。あ、これも初めてですね。あ、これも初めてですね。あ、これ出ましたね。あ、これ初めてですね。あ、これも初めて。あ、ダイナマイトジャグラー。なんかさっきなんとかジャグラーって言いませんでした？あれ？あ、ほら。またこれとこれ関係ないんですかね。さっきはポイズンジャグラー。ほんで今回はダイナマイトジャグラー。ねえ、なんか仲間的なあれなんですかね。はーい。ね、今回こんだけいただきました。ちょっと待ってくださいね。ね、これが果たして、ま、ヴァンガードのね、自販があるかどうか僕にはちょっとわかんないんですけど、これがね、ま、自動販売機なのか、こう、普通のパックを買った後に出たやつなんかわからないんですけどね。いつもこんなやつをいっぱいくれるんですよ。これでもね、えらいお金ですよ、本当に。まあ、全部ダブってますけど、でも、こんだけダブってるってことは、これ本当にこの方ね、どれか好きなんでしょうね。
何回か僕家に遊びに行ったことあるんですよ。もうトレカだらけですよ、もう本当に。はい、こんな感じでね、いわき浩一っていうね、僕があだ名をつけた人からいただいたやつなんですけど、そちらのね、ヴァンガードの方の商品、ごめんなさい、紹介を終わらしていきたいと思います。またね、こんな感じでどんどんね、まあ、いただき物の動画もあるんですけど、もしね、いただき物のこういう中にね、いいものが、入ってたらぜひ教えてください。僕のね、動画の内容がいいと思ってくださる方、またね、こんなカード、実はなんかさっき流して見してくれた何番目のカード、実はプレミアもんですよ、みたいなね、わかる方がいたらぜひ教えてください。はい、こちらの方ね、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。